本日、あ、完売、完売しました。次行きましょう。次というか目的地行こう。目的地、なんかハンバーガー、本格ハンバーガーって言ったのね、あったのでちょっと泊まってみました。やってるかな、改装中のため予約が最優先だ。あるかな、なんかいいお店。聞いてみようかな。やってる？いや、結構いい値段する。ベロニカ。すいません、一つで、はい、つで、はいはい、で以上で大丈夫です。以上でいいです、はい。じゃあ、これが、30分ぐらいで行って、なんか上にそうです、ね、なんかあるじゃないですか、はい、何かそれを見て、ね、降りてくるとどうでくるんですかね、まあ、大体1時間ぐらい、あ、1時間ぐらいかなってとこで、じゃあ45分で戻ってきます。080の、はいはい、ちょっと行ってこよう。笠森観音様見てこなきゃね。観音様もう完全にあれだな。電池がなくなる。よっ、ハンバーガー頼んできました。45分ですね。こっから5分ぐらいのところに笠森観音っていうね、あの観音茶道があるんですけども、行きたい神社よりもこっちは近く、まあ、ここもね、予定に明日来ようかと思ってたんで予定には入ってたんですけれども、こっちは近くなっちゃったんで、なんだっけ、道で、ね、チビアニアンとこ、チバニアンとこ通行止めになってたんで、ちょっと道をね違うとこ通ってるんで、こっちは先になっちゃいましたね。まあしょうがないでしょう、しょうがないといいでしょう。まあ、そのためにあのねハンバーガー出会えたわけですからね。よいしょ、だんだん暗くなってきた。今日泊まれるとこあるかな、道の駅出るか。でもこの辺道の駅あるのかな、風呂にも入りたいしな。笠森観音、携帯も充電できたんで降りてきました。あ、ここに駐車場あるんだ。4時半に、まあ何時、あ、まあ大丈夫か、4時半県だ、4時半大丈夫か、なんか辛そうだな。とりあえず上がってきましょう。3本過ぎ、おお、すごいすごいのいいけど、まだ先あんのかな。あ、草丸くぼり
子供いらないもんな、授かれないもんね、男だからね。すごい着きました。もうほとんどの人降りてますもんね。よいしょよいしょ。まあ向こうのね坂もありますけど、やっぱり王道はこっちでしょう。おお、あ、財布持ってこなかった。メダカエビ。メダカ。黒猫かい。清めてね。おっとっとっと、足ふらついて到着。さあ登ってこう。あ、300円いるんだ。あら、財布忘れた。いや、見たかったけどしょうがないな。はい、完了。ああ、すごいな。降りて300円持ってくるの大変だもんな。いや、よく立てたな。あ、ちゃんと岩を削ってるのね。こういう風にね、台所ね。お、乗った。でもよく立てたよな。うわ、上見たいかったな。よいしょ、笠森館の。何かある？笠森荘とは笠森付近に代表的に見える地層だ。うん、こっちなんかあるのかな。地層が見えるってだけ。はあ、伊豆大島にこういうとこあったね。何もないか。では出発します。参拝料忘れちゃったんでね、まあしょうがないです。またチバニアン来た時にもう一回来ましょう。いや、いいとこでしたね。岩の上にね、観音堂立てて登ってみたい。300円持ってくの忘れちゃいまして。あれ、どっちから来たっけ。おおお、猫猫猫猫引いちゃうよ。どういうとくね。よし、なんだっけ、バビロニアじゃなくて、なんだっけな、ハンバーガー屋さん行きます。できたっていう連絡があったんで、ちょっと電池をね、ちょっと大事に使えないと。やばい、
こっちだったよね。よいしょ。まあ一回電話かかってきて、もし、まあ、店分かんなかったら電話すればいいですよね。あったあった、よかった。よかった。よっしゃ。よかった。よいしょ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 。着きました。よかった。いや、悪いことした。申し訳ないことしたな。よいしょ。すいません。ちょっと迷子になっちゃいまして。出ました。ハンバーガー取ってきました。よし、ちょっとね、もう今まだ4時半なんですけども、ちょっともう次のとこ行くには時間がないので、道の駅行っちゃいます。以前に確か行ったことある、道の駅睦沢ですね。温泉が出てね、まあ、泊まれるか、泊まれるというか車止めるスペースあるかどうか分かんないんですけどね、まあ、ここから20分もかからず行けるんで向かいます。まあ、とりあえずね、お風呂入りたいですね。お風呂に入ってこう、まあ、ハンバーガーと、まあ、お店が確か9時半、睦沢だったらなんかあの、なんでしょう、レストランがついてて確か9時ぐらいまでやってるとこだったと思うんですけど、あんまりメニューが少多くないようなとこだったような気がするんですよね。はい、房総横断道路、コンビニあるしね、まあご飯には困らないでしょう。まあ基本的にコンビニ弁当は食べないですけどね、あの体に悪いんで。車いっぱいかな、止められるかな、入れるかな。あ、スタンドもあるんだ。スタンドもあるしね。そうそう、来たことある。よいしょ。ドロロン、着きました。着いたのはいいけども、車を止めるスペースはあるかな。なさそうだな。お、入っちゃった。お、なんだ。止めるの。あそこ行ってんじゃん。さっき買ったハンバーガーです。なんか横にしちゃったのかな、ぐちゃぐちゃで中身出ちゃってましたね。なんとかここまで修正しましたけど。いや、美味しそうだ。美味しそうだけど、ぐちゃぐちゃ。食べよう。いや、でも美味しそうだ。すごい、これ。ねえ。あ、もっと戻る。すごい。ベーコン見てください、これ。ベーコン。これベーコンすごい。これはいいね。いや、美味しそうだ。ベーコン、これだからベーコンはみ出ちゃったんですね。あ、もともとはみ出てたのかな、これベーコン。よっしゃ、あー、ベーコンからちょっといただきます。うん、美味しい。本物の肉かな。うん、おいしい。あ、ベーコンおいしい。あ、ちょっと落ち着きました。落ち着いたので金麦、もう車移動しないんでね。でこのままお風呂に入って、レストランでちょっとなんかねつまんで、来ようかと思ってます。
まずは乾杯。一日ご苦労様でした。冷たい。さすがに2度になってますからね。冷たい。なんかつまみが欲しいな。ビールも終わりました。蚊がいないのはいいですね。さあ風呂行ってくるかな。まだまだお店やってますね。いやすごい人だ。車中泊の車もいっぱい来てますしね。D2 とスタンドと道の駅むつだわ。9時だ。トイレ行こう。トイレ。トイレ。入場宣言かかってました。まあ連休ですからね。こんだけ車来てるし、まあしょうがないでしょう。朝は10時から開店らしいです。10時か。あと2カ所見て回りたいんですよね。2カ所、まあ近いからいいかな。朝10時1番で風呂入って、それから観光行きますか。よし、じゃあ一回車戻ろう。シャワー浴びよう。一応ね、水持ってきてるんで、シャワー湘南と来て同じように。車の横でシャワー浴びます。